6月14日月曜日、朝4時半ですね、また海にやってきました。ですね、今日も風がなく穏やかですから海でお話をすることができますね。ですね、新幹線の中で突然海で新幹線の話ですけどね、修学旅行6人掛けの席で子供たちが、トランプのゲームかなんかしていますね。そうすると、コップでジュースなんかも注いだりなんかして、ジュースをテーブルの上に置いても、こぼれもしないわけですけども、これがまさか、時速250キロで突っ走ってるなんて、はっと忘れてしまう瞬間がありますね。全くそれと同じように、こういう、地球上の上で生活しててもですね、時速900キロとかなんかそんな速度で、地球がこう自転してるわけなんですけども、そんなことすっかり忘れてしまって気がつかないっていうこともあるわけですね。これどういうことかっていうと、自分だけが移動しているわけではなくて、周りにある海も山も建物もお友達も、みんな一緒に、こう猛スピードで移動しているので、すっかりそれがわからないですね。ですが、宇宙の、規模で感覚からするとこの位置っていうのはもう今喋ってる間にも全く移動してしまっているということなんですよね。それでも全くそれには気がつかなかったりするという、そういうことあるんですけどね。全く同じように、例えばその物の大きさっていうのもね、ひょっとしたらこの膨張していたりとかですね、収縮していたりするんじゃないかと。これどういうことかっていうと、今物が移動していることに気がつかないのと同じようにですね、私たちの体も、要はお友達の体も、海も山も川も、同時に膨張してたらこれ気がつきようがないですよね。この逆に同時に収縮しててもこれ気がつきようがないですよね。僕らよりももっと大きな存在が、膨張してたら、相対的に収縮していることになりますし、逆にそういう存在が、収縮してってったら、相対的に膨張していることになりますよね。むしろ大きさが固定であることの方が不自然なのではないかと、そんなことをふとこう思ったわけだ。ではですよ、あっ、ひょっとしたら重力っていうのはそういうことなんてですね、地球が膨張してきますからね。で、私も膨張してますから、で、ぶつかりますからね。これ重力これはおそらく違いますね。学がないからこんなこと考えたりするわけですけどね。これみんなで膨張してるからいいようなもんですよ。自分だけ膨張してたら、朝起きたら玄関から出られなくなったりしますからね。そんなこともないのも、みんなで一緒にこう大きさ変わったりするということなら、別に、問題ないということなんでしょうけども、あれですね、いろんなことがありますね。考えるの勝手ですから。はい、今日はね、そんな感じですかね。畳の目はいくつあるのかな、畳の目はいくつあるのかな、大体でいいから正確に教えてください。
頬を寄せて横たわる、そんな畳の地平線。